厚木宿厚木宿厚木宿の一大山道。厚木宿は現在の神奈川県厚木市に位置し、大山道、八王子道の交わる宿場町。相模川水運の要衝として多くの人や物が集まり発展を遂げた。江戸時代には庶民の間で流行した大仙参りの参詣者で大いに賑にわい、明治時代初期には約三十軒の旗子があったとされる。資料の中で、 厚木という名前が最初に登場するのは1338年の無双祖先症状である。室町時代、厚木は鎌倉にある二つの寺院の所領であったとの記録が残っているが、当時の厚木の範囲は明らかとなっていない。現在の厚木市街地にあった厚木塾の歴史は、戦国時代の御法城氏の関東地方支配の発展に伴って始まったと考えられる。 国宝上市の関東地方の支配拡大に伴って、本拠地である小田原を中心とした交通網である小田原道が作られていく。厚木塾はやはり現在の厚木市内にあった下大木の新宿そして相模川対岸の現在の相模原市にあった東間塾とともに、宿場として成立したと伝えられている。また、発掘調査の結果からも16世紀前半には、 厚木塾が成立したと考えられている。交通の要衝である厚木は、街道の整備、宿場の成立とともに、市場が発達してゆく。まずは、小木の新宿で市場が成立したが、続いて、厚木塾でも市が成立する。厚木で市場が成立したのも戦国期の御法上市の時代であると推定されている。当初、相模川の水害にしばしば悩まされた厚木よりも、 おぎの新宿の方が賑わっていたものの、交通の要衝である17世紀後半には厚木宿は発展し、おぎの新宿の賑わいを大きく上回るようになった。当初は市場長の性格が強かった厚木宿は、17世紀末には大仙街道の宿場町として大きく発展する。諸街道が交わり、相模川の水運にも恵まれた厚木宿は多くの商人たちが集まり、 大見商人も進出して商業都市として賑わいを見せた。江戸時代後期に厚木塾を訪れた渡辺火山は厚木塾のことを厚木の盛んなること都とならずと評した。明治となって東海道本線の開通によって東海道線沿線に商人たちの多くの活動拠点が移っていき、またこれまで大仙街道を利用してきた大仙三景の人々の 多くも、東海道線で、平塚へ向かい、そこから伊勢原、大山へ向かうようになった。このような中で、厚木は交通の要衝であることを生かした、宿場町としての繁栄から、相模川の川遊びや花町での遊興客を、東京、横浜から呼ぶ形で客を集める町へと変化していった。国分宿、厚木塾愛好宿、愛工宿、国分宿との間の相模川には、 厚木の私があった。ありがとうございます。